エビ色は山葡萄の実のような赤紫。またエビ色は葡萄の実のような赤紫。鉄道の葡萄色についても本稿で詳実。エビ色とはやや紫を帯びた暗い赤である。葡萄種の色を指す英語の色名ワインレッドの色に近い。名前の由来はエビカズラからだが伊勢エビの甲羅の色に由来するエビ色という色が別にあった。しかし、 両者の色が近いこととブドウとエビと音が通じるため、後に混同された。紫草で布を染める際に、アルカリ性の焙煎剤につけると青みがかった紫色に、米酢などの入った染液につけるとこの色のようにより、赤みがかった紫色になる。平安時代には特に貴族の女性に好まれたらしく、王朝文学にも頻繁に登場する。また、 皇室では内親王が5歳になると、エビ色の袴を着る、着っッの儀が行われる。この色が、やや茶色がかったものをエビ茶と言い、女学生の袴の色として流行した。当時、女学生を、平安時代の女流作家紫式部に引っ掛けて、エビ茶式部などとからかって呼ぶことが流行している。エビ色の方は、実ス用式名には採用されていないが、エビ茶は採用されている。 このエビ茶がさらに赤みを帯びたものを、クレナイエビ茶という、阪急電鉄7000系の車両。創業以来、車両の塗装はエビ色である。鉄道車両の色について、武道色という名前が用いられる。ただし、この場合の武道色は、ほとんど焦げ茶に近い色で、一般的な武道色とはかなり異なる。1950年代以前は、 蒸気機関車の売煙や車両のブレーキが発する鉄粉が車体に付着し車両の外観を損ねるとして問題視されており、また塗料自体が高価であったことから塗り分けること自体が現実的でなかった。そのため鉄道車両は原則的にモノトーン塗装であり、私鉄で多用された能力とともに広く用いられた色がぶどう色である。1960年代に入ると 蒸気機関車の淘汰や駆動方式、ブレーキ方式の改良により、鉄粉が散らなくなったこと、そして国鉄私鉄問わず、塗装はデザインの重要な要素として認識されるようになったため、鉄道車両は様々な色をまとうようになっていった。しかし、阪急電鉄は創業以来、国鉄の武道色2号に近い茶色単色を堅持している。ただ、 国鉄 JR のドウ色2号に比べると半球の茶色はややワインレッドに近い色である。近年では、旧塗装の復刻など鉄道会社側のファンサービスとしてドウ色2号をまとった車両が復活しつつある。しかし、実際には EF64 など、かつてドウ色2号をまとったことのない車両も多い。ありがとうございます。